トヨタカローラトヨタカローラ FX カローラ FX はトヨタ自動車が生産していた3ドア5ドアハッチバックの全輪駆動方式を採用した乗用車である。1984年10月に2ボックス上級製のキャッチコピーでカローラの追加車種としてデビューしたが本来はカローラのヨーロッパオセアニア輸出向けのメインモデルであり当時の日本国内では 前年にモデルチェンジしたホンダシビック及び兄弟車のバラードスポーツの販売が好調だったことを受けて、その対抗モデルとして市場に投入された。カローラのハッチバックモデルは FX が初めてではなく、1976年にリフトバックの名で E30 系に設定されているが、これは北米市場を強く意識したシューティングブレーク的なフォルムであり、欧州流の2ボックススタイルではなかった。 初代と二代目のモデルには3ドアと5ドアハッチバックが設定されていたが、三代目は3ドアのみの展開となった。基本的には実用性重視の車ではあるが、スポーツグレード GT がイメージリーダーとなっていた。初代モデルの GT は日本国産にボックスとしては初のツインカムエンジン搭載である。GT は1980年代中後期の全日本。 ツーリングカー選手権にカローラ・レビンやスプリンター・トレノと共に参戦し、ライバルであるシビックと激闘を繰り広げた。1986年には仙台ハイランドレースウェイで行われたレースで FX が総合優勝を果たしている。E80 型カローラ FX3 ドア、GT リミテッド日本、欧州使用、1987年から1992年、 南アフリカ仕様、1987年から2007年2007年まで、南アフリカで、ダス、ケリーの名前で生産されていた。日本仕様、1992年から1995年、欧州仕様、1991年から1996年、欧州仕様、1991年から1997年、FX とは、フューチャーと、 X を組み合わせた造語である。ありがとうございます。